はいどうも、カラフルピーチでーす。イエーイ。今回カラピチの考案したカードゲームを2人でやっていくわけなんですけど、わかりますよね。まあ一応見たんでわかりますよ。ああ、よかったですよかったです。僕もがっつり見させてもらったんで正直負ける要素ないかなとえ、でも私カードゲーム系得意なんで。あ、なるほど。ババ抜きとかですよねトランプ違うかも僕は遊戯王とかやってたんで。ああ、なるほどね。やってないわ。できます。やってない。あ、じゃあ僕の勝ちですね。いや、まだわからんよまだわからんよ。じゃあ勝負しますか。それじゃあちょっと城之内くんの実力を僕ちょっと見たいんで。私城之内なん城之内シスやん。一世一代の王将デールの準備はいいかい？デールスタンバイ。私もデールスタンバイ。お、来たぜ。カードが3枚配られましたね。あ、ちなみに僕が先行ですので、今のうちに私は基本ではいいですよね。やばいやばい、早めにちょっと僕はこのカードを使いたいが、焦らずって感じか。ドローなるほど、はい、来たぜ。ポイカード発動。頭上注意。ちょっと待って、今のうちだ。僕が基本掘るぜ。さあどうなる、どうなるか。くそ、本当に。え、何、なんだなんだ、え、え、え、不発じゃないだろうなやべえ、カード効果は見ずに発動してしまったぜなんもないけどよっしゃ、じゃあ早速ね、ドロー、一旦ドロー、一旦ドロー、いいよ。お部屋も作業だ、置いてね。え、なに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 、めっちゃ気になる、これ。これ、気になるからこれ使おう。なんだ、気になるって何？守備カード、守備カードを発動。ほい。3匹の小豚。豚？ 3 匹の小豚。守りカードね、守備ね。家が建つのか、それとも3匹の小豚が出るのか。なに、待って待って待って、え、やったー、豚さんいる、木の家と、え、待って、私頭上のブロック全部消えてくんだけどやっと気づいたようだな、その頭上注意。頭の上のブロックが全て破壊されるぜ想定外だろうよ、キリさんでもよし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 、あ、僕のターンだったな。ドロー、なるほど。何が来る？かなりいいカードを引いちまったようだな。アードのフィールド、ちょっと天候を操らせてもらうぜ。う、攻撃カード発動。え、これさ、大中注意報。嫌だなそれ。ちょっと待って、私頭の上だって。さあ、このカードは相手の天候を変化させることができるぜ。いけ、うえ、あ、うわ最悪や。僕のところは晴れ、城之内くん、あんたのところは雨だぜしかも私頭上のブロックなくなるから雷直撃するひでえ。やはりな、コンボが大事だから。ドロー、あ、使っちゃったギャンブルな、なんだなんだなんだ、ギャンブルなんだギャンブルおい、どんなカードだここでギャンブルを知ってくんのか。どっち？どっち？痛い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 。待って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 。かけ成功した。え、ちょ、僕体力半分なくなったんだけど。え、めっちゃ有利じゃない私じゃあ。いや、こっからだぜ。まあライフを半分削って僕はこのカードをドローするぜ。ドロー。なるほど。一旦僕にも家が必要だな。え、守備カード発動。お菓子の 家。え、ずる、いいなそれ。お菓子の家を守備表示で召喚あ、ちょ出るとこちょっといいねー。なにこれ、お菓子の家。なんか入ってんの。あら、え、何もお菓子ないよ。そんなことある？もしかしてボルトこれだな、私絶対これだな。お腹食った、せっかく家作ったけど、私は家を破壊させてもらおう。攻撃カード。何？違法解体業者。あれ？ちょっと待て。家破壊させてもらおうじゃないか。やめろ。
これは家じゃない、お菓子だ。判定が、待って待って待って、待って待って待って、勝った勝った。夜ひろひたむきひろひとすぐ光をきっと闇を照らして、夜ひろはちゃめ、嘘やん嘘やなんかあれ飽きなかったな。ちょ、もう一戦やろ、もう一戦。あ、いいよいいよ。いや、これ今の練習だからさ。いや、こっから本場マジ。まあもう一回でも勝っちゃうけどね。うえ、いいね、こっからが本番だぜ言っておくが、今の練習。まあまあまあ、いいだろういいだろう。じゃあ、こっから闇のゲームの始まりだ。しゃ、ゲームスタンバイ、デュエルスタンバイ、デュエル。うわ、あれどっちだっけ、こっちか先行。あんたが先行だ、城之内くん。しゃ、早いな、キー掘るのが。ドロー、当たり前だろ。じゃあ私は、まあ一旦ね、守備カード。何、カフェを発動。なんだそのカード。カフェを作る。自分の陣地にカフェを作る。なんてカードだ、卑怯だぞ。プラ、すごい。なんか立派。ちょっと待って、壊しなよ。見てみよう見てみよう。くそ、お邪魔します。残念だったな、来ちまったようだ。攻撃カード発動。うわ、プレゼント。何、あんたにプレゼントをやるよ。受け取ってくれな。でもいいものが入ってるかもって書いてるよ。いいものかもしんないよ。いや、悪いものだ、すべて僕がすり替えさせてもらった。さあどうなる、何が来る、これ。あ、届いたかい。そういう感じ、届いた。さあ開けてみなよ、ドンキーさんからのプレゼント。オープン。よし、最悪や。さあさあ、三体のゾンビ、いけ。カフェに閉じこもるぜ。よしよしよしずるい。ちょっと待って、ずるい、それ。それちょっと予想してないですので、ちょっとやめてください。カフェに閉じこもるで。実はこのカフェの中、コーヒーが入ってたんだぜ。何、ね、攻撃力上昇って書いてるぜ。強だが、あんたの攻撃は今、僕には届かない。確かにな。お、一旦ドローしよう、一旦。一旦ね。ドロー。さあさあさあ。え、あなたに何ができるかな。僕はもう石器時代に突入するぜ。早いな。じゃあ攻撃しましょう。攻撃、攻撃カード石器時代はさすがにまずいということで、はい、スケルトンを召喚。やばい、ちょっと待って、ちょ、けん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 、一旦けん、一旦けん。私も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 欲しい、私も欲しい。一旦けん、一旦けん。ちょっと待って、吟味しないとくどこにいた、いたー、吟味しないとくどこにいた、いたー。あぶねあぶねあぶね、いったんね、いったんね。ちょっと待って、死ぬって、ちょ、マジ死ぬ死ぬマジ死ぬって、死ぬ死ぬ、これこれはマジやばい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 。おお。ちょっとちょっとちょっと、私も私もゾンビ倒さないといけん。ちょっと、せっこい、ずるずるずる。何聞いてないっすよ、こんなこと言ってないよ。だが、こういう戦法があるんだよな。残念、2体のスケルトンはもう倒させてもらった。え、早っ。ちょ、痛い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 。何、ずる。よしよしよし。ずるくはない。あなたがやってることを全てずれた。ひでえ。さあ、僕のターン、ーーそろそろ行かしてもらうぜ。はい。ドロー。なるほど、守備カード発動。守備、お、3匹の子豚。あー、お家、お家を建てさせてもらいます。いいじゃないですか、一旦守りに徹してもいいんじゃないですか。じゃあ、いや、まあね、それもあり。うん、なんかさ、ちょっと待って、ちょ僕の潰れてるって。あ、ちょっと待って、やばちゃん、わらの上にレンカが、おい、暴れねえじゃねえか。ちょっと待って。これが闇のゲームか。くそ。それは闇だな。なんか、ドロー。上がれる。よし、いいね。空中にできたってことはかなり強いかもしれん。一旦私は守りを固めさせてもらおうかな。おお、なるほど。守備カード、防具セット発動。あ、それ、強いぞ。強いだろう。川、川、川で来い。なに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 出た、なに出た。あれ、来てない。来てないよ。して、あ、発見。発
発見？カフェの上にあるよ。最悪。ドローフェーズに行かしてもらう。俺のターン。でも金、金あるよ。しかもチェスト？ドロー。じゃあ私も、はい、守備カード発動。守備。ほう。防具セット。うわー一緒じゃないそれ。何が来た？あった。鉄と？あれ？あれ？もう一個は？帽子あるけど上に。おしかも結構強いぞ。こんな感じです。いない。せっかく見せてやろうと思ったのに、見に行った。あ、手帳が強くない？なかなか強いだろ。めちゃめちゃ強いね。あれ頭かぶってないじゃん。頭なかったんだよね。狙い時か。ちょっとそこに立ってて。嫌だよ。くそー無理だよ。そう、僕のターンは終わったぜ。あーあーやります。攻撃カードトルネード。ちょちょちょ、マジでそういうのダメだって。さあどうなるかな。これレンガの家で入ってたら竜巻狼の話知ってるだろ。レンガの家に入ってたら十分なんだよマジで。はあ、こういう感じなんだ。痛い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 。このドローンに全てをかける。ドローンにかけるの？俺のターン。ドローン来たぜ。最強のカードが。嫌だなこれ。準備しよう準備しよう。攻撃カード。攻撃カード発動。火柱。何それ。うん、あんた死ぬぜ。これ歩いてた方がいい。家の中は閉じ込まってくる。さあどうかな。僕、シャベルも作っとこう。今のうちに。どこ？うわ！そういうこと？さあ、あんたのフィールドはもうめちゃくちゃだぜ。最悪だね。待って待って、石取る場所が。よし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 。そのまま、もだえてくれ。やだよ。危ねえ、マジで。これひどいな。僕はこのカードゲームで全勝を狙っている。全勝？江戸の内くんには負けてられないぜ。いやいや、私の方が全勝だろ。ドロー。バカ強カード引いた。ちょっと待って。どうしよう。あ、あ、いいのか。え、バカ強カード復活いいですか。どう来る。いきますよ。どっちでもいいぜ。攻撃死の宣告。ちょ、なに絶対これレアだって。だってなんか金だもん。くそ。反撃カード発動。バグ。うわ、え、何それ。カード効果を見るの忘れていたが、何かが起こると僕は信じている。よし、カードの効果がバグった。どうなった。なんか頭に何つけてんの。頭、お前わざかしに来てんじゃねえよ。このゲーム血がかかっているんだぜ。自分の顔面を見てみろ。おい、死の宣告をこんなにバグらせんじゃねえよ。残念だったな。俺のターン。いや、ドロー。そうだな、守備カード発動。守備。ザックザク鉱山。鉱石の採取をさせてもらうぜ。待って、この豚ちゃん逆さ向いてる。え？バグってる。なんか家潰れて、家潰れたが、僕に鉱石は入ってきたっつうことだ。ダイヤあるかな。待って、すごい鉱石すごいぞ。え、ダイヤあんの。金の宝庫だ。金か。おい、まあまあまあいいだろ、金でも。そう、なにこれ、気になるので使ってみよう。気になるから使うが怖い。あ、守備カードね。守備カードです。守備カード強い。よ、いいよ。ワンワン。なめた、またカードを使ってきたな。そのカードに何の意味があるって言うんだい。これさ、あ、大丈夫だよね。なんだ、なんか死んだって。どこいる、ワンちゃん。ワンちゃん。俺のターン。ドロー来たぜ、はい、なんだこれは。
やだやだ。僕はお友達を召喚するぜ。シベカード発動。動物大量発生。何それ。このカードは自分のフィールド上に動物をいっぱい召喚することができる。おお。3匹ぐらいいるけど。やばー。大量の動物が出てきたぜ。勝てるかな。ドロー。ちょっと待って、何？私レアカード引きすぎだと思うわ。ちょっと待って、攻撃カードマイナス15度の世界へようこそ発動。やばくない？ちょっと待って、ちょっと、それはやばそう、ね、それはやばそう、マジで。え、雪降ってきた。嘘やろ、ちょっと待って、ちょ雪降ってきたとかいう、そういうレベルの話じゃなくてですね、それでいる、そういうレベルの話じゃなくてですね、ちょっと待って、そんなやばいんだ。僕はレンガ生活が始まるかもしれない。俺のターン、ドロー。くそ、カスみたいなものしか出てきやがらない。仕方ね、あんたの頭上快適にしてやるよ。攻撃カード発動。頭上ドロー。行くぜ。何を来る。攻撃カード、ま、ギャンブルを発動。ギャンブル、いやでもギャンブルはアーハンの話だ。さあどうなる。僕に反撃カードはあるかどうかは言わないが。お、いけた。おい、ギャンブル強すぎたな。ドロー。なるほど、いいカード来てくれたぜ。とりあえず守りカードで僕はちょっと守りに徹しようと思う。守りカード発動。粘人ミサイル。何それ。教えてやろう。地面フィールド上に人参を降らしてくれる、はい、そういう、かなり食料困んないね。レアカードだぜ。こっちとら食料はかなりあるからな。すげえ。じゃあそういう感じで。行くぜ。違法解体業者、攻撃カード発動。いや、それはかなり危険だ。隠れさせてもらうぜ。それと、そこにクリップしたら終わりじゃね。勝手じゃね。ちょっと待って。おー、そうやの。そういう感じなの。ちょっと待って、あ、やばい。ちょっと、あなた、あれ、ね、ってものがあるでしょ。私いいカード来すぎちゃってるわ。いや、つったらしたっけ。ドロー。くそ、守りカード発動。守りしか来ねえ。カフェ、あ、俺はカフェを出させてもらう。それで圧死しろ、クリーパー。いや、ありえる。特に TNT もなくなる。クリーパーが多分起爆になってるんだろうな。ああ、やばい。ああ、よし、じゃあ私はその間にやらせてもらおう。ちょっと待って、ずるいぞ。まあこれかな。じゃあ攻撃カードなんだろう、どうせ。いや、今回は守備です。木弱い。お前、マグマのそばに入らないでくれ、マジで。ナイス、攻撃カード発動。違法解体業者。待って、私マグマあるんだって。ザクザク鉱山。ああ、鉱山ね。そう。当たれー。ほぶれ。くそー。ドロー。来ただと。来ちまったぜ、時代が。来るな。攻撃カード発動。花粉症。これは辛いぜ。反撃カード、それ俺の。反撃カード、それは辛いぜ。くそー、貯めてたんだぜ。くそ、頑張れ。なんだ、変わりはない。氷の井。ああ。ただ植物で現れるだけじゃん。待って、反撃カード使っちゃったよ。使わしちまったぜ。強いとか言うから。ありがとな。ブラフもカードゲームの付き物だぜ。じゃあ私もそろそろ仕掛けさせてもらう。ちょっと仕掛けてる気がするけど。仕掛けられたんだよ、僕は。もうさっきからずっと。意地悪だな。ドクロの街攻撃。何それ。ちょっとどうするか迷うね。ドクロの街です。
あ、よかった、でも。そう、反撃カード発動。それ強い。俺の。いやだ。残念だった。あんたのフィールドはめちゃくちゃだよ。やっぱ持ってたのか、反撃カード。どこに湧く？どこに湧いた？どこに湧いた？どこに湧いたんだ？いる、ここいる。何？僕の家がすごいことになってきているが、守備カード発動。お菓子の家。まだ出すんか、それ。さあ、僕のフィールドがだんだんと積み上がっていくぜ。カモン、カモン、お菓子の家。この守備カードかなり強いからね。さあ、どこに出る？よっしゃー！いいとこに出ました。ありがとな。やば。ここにちょっと足場を作って、いいねー。定期的にゾンビが湧いてくる。邪魔くせー。ドロー。あ、なんだ、頭上中。そろそろ決着を決めるか。ドロー。やめろやめろ。なるほど、ここで僕も勝負に出る。出る。攻撃カード発動。ギャンブル。え、それさ、何とかにやっとったら負けじゃねえよ。あ、体力が半分になるだけだ。あ、そういうことか。あ、賭けだこれは。くそったね。やった。いや、だが僕は銃あるぜ、ハートが。なんでだよ。わからんが、助かったみたいだ。もう元々半分だから無効ってことか。あー、かもしれないな。ちょ、待って、本当に強い。沼ってだるい。だってよね。木が全然ないんですよね、僕。あぶねえ。これきついわ。やめちゃってください。ドロー。だから許して。え？何何？そろそろ決着をつけてもいいかな。決着がつくのかという話ですよね。まあね。めちゃめちゃ強い感じ。行くぜ。攻撃消滅。なになになにそれ、なにそれ、なにそれ。ちょっと待って、なんですか。フィールドの半分が消えるぜ。ちょ、どっちだどっちだどっち、どっちが消えるの、どっちが消えるの。ちょ、高いとこにいない方がいいね、それだったら。あー、どう消えたこれ。僕の後ろが消えたね。あ、そういう感じ。ちょっと待って、ちょっと待って。何してる？ちょっと待って、待って。痛い。これ何これ。あ、花粉じゃない、花粉じゃない。何の花粉？どっから花粉出てきたの？あの、もや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 してるやつでしょ。急に花粉なんか飛んでこないでくれよ。私は今からゾンビ処理をしようと思うぜ。ゾンビか。そう、俺のターン、ドロー。お。俺はかなり刺さるんじゃないか？攻撃カード発動。大量の矢、あんたの頭上は筒抜けってわけ。確実に当たる。どうしよう。いろ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 戦闘。ユーザー軍。うわー、オープン。よし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 。頑張れ。よし。くそ、なんとか耐え抜きやがったか。またしても運だけはいいやつだな。いや、え、待って、ガチやばい、死ぬかも。よし、いけザビ。お前らに僕の運命がかかっている。くそ、やめて。あと1体ザビ、頑張れ。あぶね、ほんとに危ない。 1.5 今。 1.5 か。あ、痛い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 。花粉が。あれ、私のドローカードがない。落ちたんじゃないか、どっかに。どこに？満帆になったら落ちるぜ、地面に。あった。見つかったかな。見つかってもいいだろう。ドロー。あれ、これやめとけって。またあの半分使えなくするとかいう、そういうの引いちゃった、もしかして。いや、違うんだけどさ。何？ターンエンドっていうのもプランの一つの頭のうちにちょっと片隅に入れてもらっても全然よろしくてよ、みたいな感じのところはありますけど、ね、でもなんかさ、ね、やっぱりさ、使っといた方がいいよね。なんか、あれ、直樹さんなんか花を多くない？
もうちょっと話追加しといた方がいいんじゃないの、キリさん。ちょっと待って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 、カメムシャカメムシャ、これ以上いいです。ナケさん話す気でしょ、だってナケさん話す気そうだからさ、ちょっとマジで回復しないと死ぬ。どこに出た、ちょっとよくわかんないとこに出ても、なんかさ、あの家花粉に占領されてない、いやそうなんよ。いや僕の特等席、しかもあれお菓子の家よ、きつすぎる、ひでえよ本当に、きつい、やってることが野蛮すぎる。いやでも花を置いてるだけだから、やっぱなんか美しくしてあげようと思ってワールドを。美しさは僕だけで十分、俺のターンところ来ちまったぜ。やだやだ、これはワンチャン勝ったかもしれない。本当に火柱とのコンボでホイクアド発動トルネード、さあどうなる、いけバグ、なにバグ、バグだ、バグらせたぞ、反撃カードバグだと、バグれ、どうなる、バグるだ、カードがバグった、ゾンビが逆さまになって歩いてくる。僕のワンコロも逆さまになってるぜ。ちょ、バグらせないでこのゲーム。え、ドロー。あと。なにこれ。ちょっと私強いな。ちょっと。さあ。勝っちゃうな、これ。どうしようかな。簡単ない。やってこいよ。行くぜ。攻撃。何何。モブの小屋。な、ちょっと待って、そういうのずるいて。だから毎回言わしてもらうけど。エピックカード。じゃエピックさ出すぎじゃない？どうしたらいい僕？運よくすればいい。小屋ができるんだよね。小屋がどこにどっかにできるんだよな。何それ？意味わかんない。でもさ、なんかさ、モブ燃えてんだけど、なんで？よし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 。タイディングリーパーいるんだけど。死んだ？あ、待って。これ以上はちょっと。雷でさ、ドドーンってなるから。あ、よかった。倒したマジ、ふぅ危なし危なし、くそ俺のターン、ドゥルー、来た、ここでカード受けるのまずい、カード本当に、これは闇のゲームだ、攻撃カード発動、闇のピラミッド。さあ思う存分、思わないよ、もらってくれピラミッド、入れよピラミッド、そして僕の願いを叶えたまえ、叶えないでいいよ、お前やばいことしたな。スケルトンが出るぜ、やばいことした、さあ行け行け、やれ頼むぜ、もう僕には、私今落とし穴にハマってるんだって、やめてくれ、時間だけだな、あとは、これやばいよ、そうさ、これ闇のゲームだ、負けたらマダハゲにするっていう約束を忘れてるだろうな。おー、ピラミッドが壊れてる、ピラミッドが壊れてる、ちょっと待って、死んだ、よーし負けた、勝った、勝者男なわけで闇のゲームに勝ったということで、まあ一勝一敗で、まあ1対1ですね、勝負は持ち越しだな、ね、また次回当たることを期待してるぜ、今度はボコボコにやってやるぜ、勝ってやるぜ、いやー今度こそよかったー、でもということでご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、動画を楽しんでくれた方はね、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントなどしてってください、またカードゲーム気になる方はね、次回も上がることを期待しておいてください、それではバイバーイ。バイバーイ。